ス一枚だな一回。うん。あでもいい感じじゃね。いい感じだね。いい感じだね。あでもパチパチ言ってるな。パチパチ言ってるね。言ってるね。これは木が燃えた時の音だね。そうだね。一回閉めてみようか。うん、あ出てる出てる。出てる。一回閉めて。あでもあったかい。まだこんなもんじゃないんだよ。あガンガンにこれでもう家中あったかくなるぐらいの。あそんな強いのこれ。うんうんうん。ええー。やばいらしいそのパワーは。ね。消えちゃった。消えてんな。消えたね。消えてんな。これ難しい。消えてんのって難しいな。これ絶対コツがあるんだよね。うん、バーベキューとかもそうなんだけどさ、苦戦してるお父さんよくいるんだけど、それパパッとできるとすげえかっこいいんだよね。炭起こしとかもね、絶対コツなんだよ。ちょっとあれか、下を開けて。そうだね、真ん中開けて。真ん中開けて。ね、お母ちゃんにやってもらうのが一番いいよ。え？うちのお母さんでしょ？すごいから。っていうか、こんなんばあちゃん家でしょっちゅうやってたもんね。実際にこれでまんじゅうふかしてたもんね。うんこの形見たことある？昔の人、うちではこんなの使ったことはないけど、こんないいやつ使ったことないかった。ねえお兄ちゃんさ、それさ、だいたいこんな大きい木にさ、そんなのでつけようとすることが間違いだもん。もうちょっとやっぱり斧がないとダメだったのか。細かくやっぱりしないとね。そうそうしないと火つかないよ。そんなのに直接はつかない。だけど結構上に皮を置いたんだけど。ダメダメ。皮ぐらいじゃダメだよ、ね。皮ぐらいじゃダメなの？うん。普通田舎でもあの松の松杉あ葉っぱの葉っぱやったねあれねパチパチ斧やっぱ斧だった斧だね斧なんだ斧だった、うん、やっぱ斧がないとダメなんだ失敗したな薪って売ってるんだねこれアマゾンに売ってないものないから薪行くなら違うの薪これで3000ぐらいか2000うん3000弱だあ30キロつけ30キロこれがさどれくらい持つのかが分かんないんだよねああその何回で使い切るのかそう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 結局さこういうことやった経験がないからさ多分昔の人だったらさ大体あこれだけあればご飯何回炊けるなとかあいつもやってれば多分分かるでしょ30キロっていうのがどれ例えばこの段ボール1箱ある燃料でどれくらい持つのかとか全然見当がつかないよねつかないねうんでかい方に移ればあれだけどねこれ斧かな斧が欲しいよカインズホームは行って斧買ってくるかな斧鍵だったなくそアマゾンで買っときゃよかったよこれだと料理はできなさそうだね料理はできないね家の中送ろうえこれ家の中入れないよね家の中入れたいんだけどねさすがにダメだよねこれは火災報知器は今のやつ煙熱かだからこれオプションで、うん、これがいくらでも伸ばせるわけあはいこれをどんどん買っていけば伸ばしてあそこ丸く穴開けて出して煙突作ってちょっと斧買ってくるわ了解俺火見てるわちょっと斧買ってくるわこれさ場所さ持ち上がるそれこれ、持てるっていうのがすごいメリットなんだよね。持てるはずなんだよ。うん、全然大丈夫。奥にしよっか。斧って、斧って中東方法大丈夫なんだよね。ちゃんとした使用目的があれば大丈夫なんだよ。